父がいる、ウルトラの母がいる、そしてタローがここにいる。空を見ろ、星を見ろ、宇宙を見ろ、彼方から迫り来る赤い日を。ある国が人類終末兵器といわれるトロン爆弾の実験を地球を離れること2億キロメートルのムルロア星で行った。放射能で地球が汚染されるのを恐れての宇宙実験であった。おお、ムルノア星の実験に反対するフランスの宇宙船が実験区域外で原因不明の爆発を起こした。なお同船が最後に残した通話はスペースモス、詳細は調査中とのこと。スペースモス、宇宙が実験との関連性はあるのかな。どうかな、この文面からではわからんな。その宇宙がってのは何ですかね。宇宙に蛾がいるわけがないじゃないか。何かの間違いだろ。だって書いてあるもん。いやーねーがって、ほらご飯食べようと思ってるでしょ、窓から飛んできちゃって鱗粉を振りまいて、うわーゾッとするよいしょ、早く来いよ、いや待て、おい、どうしよう。あ、大変だ。どう、兄ちゃん、あ、めちゃめちゃ、ケイチ、お兄さんも手伝って。おい、みんな拾え。あ、そうそう、こんなに散らかしちゃって。玉ねぎにジャガイモか。おい、ヒロ、お前も手伝え。僕が悪いんじゃない。僕を追いかけてきたヒロとサブローが悪いんだもん。やんねえ、ヒロ、次いいぞ。そうだよ、おい、どうしたんだみんな。あ、コウタロウさん、おかえりなさい。あたしが大失敗しちゃったの、みんなに助けてもらってるの。なんだ、そうか。よし、俺も手伝おう。あ、みんな通学グループだな。違うよ、みんな俺の兄弟なんだ。え、全部？うん、ウルトラロッキー兄弟ってみんな呼んでるんだよ。え、一人、二人、あ、三人、四人、もうみんないいわ、どうもありがとう。あ、行こう、今夜お父さんたちが旅行に出かけるんだ。早く帰らなくちゃ。じゃねー。どうもすいません。ありがとう。ありがとう。またな。さよなら。バイバイ。さよなら。さよなら。お父さんとお母さんを入れてウルトラ家族ってわけね。みんな仲がいいんだよ。さあみんなご飯ですよ。はい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 。あ、岩森くんのうちは6人兄弟である。6年生の一郎くんはゾフィ、5年生の初子さんはウルトラマン、4年生の二郎くんはセブン、3年生の三郎くんは帰ってきたウルトラマン、いつも新マンと呼ばれている。2年生の四郎くんはエース、そして1年生の末子さんはウルトラマン太郎と呼ばれている。これがお父さん、
これがお母さん。あ、それからもう一人、いや一匹犬のガリバーも家族の一員である。さあみんな座ってちょうだい。エース、あんたもちゃんと座んなさい。スエちゃんはこっちね。ねえみんな、お父さんとお母さんが旅行に行っている間、ゾフィー、あんたは年が一番上なんだから、みんなの面倒をちゃんと見て留守をしっかり頼むわよ。はい。ウルトラマンはお母さんの代わりに食事の支度をお願いね。任しといて。うん。セブン、あんたはこの頃いたずらが多いようだけど、ご近所に迷惑をかけないこと。へえ、バレていたか。シンマンはテレビばっかり見てないで、たまには勉強もね。うん、そのつもり。エース、あんたはお寝坊しちゃダメよ。母さんがいない時ぐらいちゃんと自分で起きなさい。おい、エース。おい、シロ、どうしたんだ。うるさいな、分かったよ。あらあら、すっかり反抗期ね、シロは。ほっとけ、ほっとけ。あんたは忘れ物しちゃダメよ。はい。あなた方兄弟6人力を合わせれば大抵のことはできるはずですからね。お願いしますよ。はい。さあ母さん、出かけようか。え、じゃあ頼んだわね。行ってらっしゃい。いってらっしゃい。お土産頼むよ。はいはい、行ってきます。その夜、岩森くんの両親、結婚以来初めて二人揃っての旅に出かけたのであった。ん？これは何だ？和歌山上空ですね。早速現場を調べてみます。はい、どうも。おい、副隊長に連絡しといてくれ。はい。ザットの当直勤務をしていた光太郎はすぐさま現場に急行した。こちらコンドル、本部応答願います。はい、こちら本部、どうぞ。事故現場ですが、今のところ怪獣事故であるとは思われません。ただいまより一貫します。了解。今事故調査団が調べていますが、目下のところ原因不明とのことです。うん、怪獣事件でなければいいんだがな。あの、なんだ。帰る途中なんですが、ガが一匹フロントグラスにへばりついてきました。ガ？ええ。で、高度は12000。うん、少々気流に乗ればありえるんじゃないんですか。まあな。待てよ、ほら例のスペースなんとかじゃないのかな。もうすそう、うん、それにしても宇宙のガがどうして地球にいるんだよ。あら、この犠牲者の岩森さんって方、東さんの下宿の近くじゃない。岩森？このご夫婦よ。あのウルトラ家族だ。ウルトラ家族？ええ、あの子たち。すいません、お願いします。少しの気持ちが教えてくれないかな。6人兄弟なんだろ、君たち。写真だけでいいよ、写真だけで。あ、写真だけでいいや。お願いしますよ。僕たち頼みますよ。頼みますよ。僕たち、10分ですよ、僕たち。ダメだ。しゃあないな。帰ろうか。帰ろう、帰ろう。
な、座ってちょうだい。エース、あんたもちゃんと座んなさい。スエちゃんはこっちね。ねえみんな、お父さんとお母さんが旅行に行っている間、ゾフィ、あんたは年が一番上なんだから、みんなの面倒をちゃんと見て、留守をしっかり頼むわよ。はい。ウルトラマンはお母さんの代わりに食事の支度をお願いね。任しといて。うん。あんたはこの頃いたずらが多いようだけど、ご近所に迷惑をかけないこと。バレていたか。シンマはテレビばっかり見てないで、たまには勉強もね。うん、そのつもり。エース、あんたはお寝坊しちゃダメよ。母さんがいない時ぐらいちゃんと自分で起きなさい。おい、エース。おしろ、どうしたんだ。うるさいな、分かったよ。しっかり反抗期ね。いいかいみんな、元気を出すんだ。母さんも言ってたじゃないか、みんなが力を合わせればどんなこともできるって。そうよ、ゾフィー兄ちゃん言う通りだわ。そんなこと言ったって父さんも母さんも帰ってこないんだよ。俺、シロ、どこ行くんだ。シロ、みんなエースを探すんだ。うん、シロ、シロ、シロくん、シロ、シロくんたちはあっちを探してくれ。さあ、気をつけてね。シロー、ケシカだ。うん、シロー君、シロー、ケース、シロー、シロー、シロー君、シロー、シロー、ほらー、シロー君、ケース、シロー、シロー君、僕も分かるな。お父さんが航海に出ていく朝はいつもシロ君と同じ気持ちだよ。シロー、シロー、シロー君、シロー君、シロシロー君、いないな。どこに行っちゃったのかな。もうじき夜明けだ。お、なんだこれは。お父さん、あんなにいっぱいいるよ。この蚊だ。コンドルのフロントグラスに止まってそんなにだぞ。東、第3コンビナートに怪獣が現れました。了解、直ちに出動します。ケシ君たち、ここにいて危ない、逃げるんだ。うん。おーい、ウルトラロー兄弟たち、ここに集まれ。セブン、シンマン、出てこい。さあ、あ、シロー、シロー君、シロー、シロー、シロー、
シロどこ行ってたんだ。ダメじゃないの。待ってシロ、ダメじゃないの。俺父さんたちが出かける時行ってらっしゃらなかったんだ。だからだから、よかったよ。いいか、君たちバラバラになっちゃいけない。みんな一緒に逃げるんだ。さあ、東京、関東、さらには日本列島を覆い、
ついに全地球の空を覆い尽くして、世界は暗闇に閉ざされた。そしてウルトラマンタロウは今その姿を隠してしまった。ほらほら、ガリバー静かにして。早くしろ、閉めろ。待ってよ。おい、そこどけ。ねえゾフ、もう地球に朝がやってこないの？本当のウルトラマンタロウも負けてしまったし、そうなるかもしれないな。私怖いわ。困ったな。これじゃあいつ寝ていつ起きればいいかわからないじゃないか。あ、もうすぐ昼だ。お母さん、お父さん、行こう、行こう。起きなさい、太郎。あつまです。この闇に覆われた地球を救えるのはあなただけしかいないのです。闇から解放するためのもの、それはウルトラの国にあります。あなた方兄弟力を合わせ、それを手に入れるのです。光年の彼方、ウルトラの国、ふるさとを目指して太郎は飛び続けた。子供の頃から可愛がっていたラビドッグに迎えられ、太郎はさらに飛び続けた。ウルトラの国、暗黒の地球を救うため太郎はついにウルトラの国にやってきた。ウルトラの母が瀕死の太郎に教えたもの、それはウルトラの国のどこにあるのか。太郎は果たしてそれを見つけることができるだろうか。再び朝は来ないのか。ザッドの苦闘が続く暗闇の地球に思いを馳せ、灼熱のウルトラタワーに挑むウルトラ6兄弟。さらなる不幸に突き落とされながらも不屈に生きる岩森兄弟。傍若無人にたけり狂う宇宙怪獣ムルロア。第二の故郷地球を目指しウルトラ兄弟が飛ぶ。さあ来週も見よう。